はい、どうもこんにちは。はい。はーい、チョキ、恋病児のミキオです。ということで、今日も動画撮っていきたいと思ってるんですけども、まあ、今日なんですけども、見たらわかる通り、これ、見て、やばくない？大食い企画、やっていきたいと思います。普段も甘いの食わんのやけど、これの大きさ、何キロなんだろう？キロ、まあ、1キロあるんかな？どうかわからんけど。では、食べていきたいと思います。せーの、正体。はい、それでは食べていきます。程よい系スイーツはうまい。分量食うもんじゃない。分量やったな。やば、クリームの量やば、まず。うわ、これやばいやつだ。無理や。見える？ほぼクリームや。いただきます。なあ、無理やこれ。まあ、うまい、めちゃくちゃうまい。うまいんやけど、ほぼクリーム。もう例えると、お菓子のシュワシュワあるやん。を、中に入れたらなんか泡が膨らんでくるお菓子わかる？あ、あれ。あの食感、口の中。ぐらいのもう、クリームの量。うまいよ、それ。うまい。小さい頃さ、誕生日とかにさ、ショートケーキを一切れぐらいしかもらえなかったわけや。21になってからこの量を一人で食える。あのさ、これはなんでさ、あるあるかもしれないですが、一袋のポテチしかなかった場合、ゲームしながらお菓子食うのって永遠に食えるやん。映画館で映画見ながらポップコーン食うの永遠に食えそうやん、あれ。あれってやっぱその、数量が決まっとる系なわけであって、目の前にさ、このぐらいの量のさ、ポテトチップスがあった場合さ、何袋も。でも一個でええわ、ちょっとでええわってな。その気持ち今。やばい。うまい。今日の飲み物はコーヒー。バリコーヒー梅。これが、一番上に生クリームが入って、で、その下に、カスタードクリームじゃないんよ。カスタードホイップなんよ。わかる？このホイップホイップみたいな。普通のさ、白のホイップ、オンザ、カスタードホイップ、オンザ、シフォンケーキ。酸素を塗ってます。フルーツは、美容が大事やけん。時間かけたらもう、後から食うけど、どんだけかっこむからな。うん、そう。あ、この話してあげるわ。その、これ見てる友達と絶対知っといんだけど。1年留年したんよ、俺。美容科専門学校行くまでに。その1年間何しとったかっていうと、イオンの中にある GU。これ有名よな。GU で、バイトから入って準社員だったんや。準社員をまあ、コツコツやろったよ、日々。まあ、めんどくさいとか思いながら。で、まあ、普通に仕事しとって、で、店長が30代の店長、メガネかけてる。真面目というか、まあ、それ店長やけたらしっかりしとる。その GU 自体がまあ、みんなしっかりしとる人ばっかで、大人たちばっかやから、俺みたいな楽器みたいなのおらんかったから、みんな真面目で仕事に取り組むみたいな感じだったけど、俺はお金が欲しかったから、お金のために働くって考え方だったよ。で、まあ、お客さんなんて別に、どうでもいいわ、みたいな思っとって。その時期は、今思ってる、その時期は。ある時、電話がかかってきたんや。で、まあ俺その、レジ付近におったけ、電話かかってきたら電話出るやん、そりゃ。俺はって、準社員。まあ、バイトよりはうっこ上よ。準社員としてもバイトの子は。俺は俺聞いてみたら。準社員が俺を走る。電話出たら、違う店舗の GU の人から、あの、店長いますかっていう電話来た。店長いますから少々お待ちくださいねっていう感じで、こんな感じで言ったよ。で、待ってもらっとって。待ってじゃないわ。あ、わかりました。これ伝えといてくださいねって言われて、あ、わかりました。多分店長不在だったんかな。あ、そうだ。店長おらんかった。店長おらずに不在で、店長帰ってからまた連絡しますね、みたいな感じで切って、で、店長が帰ってきた。でもその時から、まあ、ちょっと好かれてなかったっけ、一人だけチャラいやつ帰ってきて、まあ、仕事もせんし、みたいな。それはもう嫌うわな、誰しも。で、そうで、まあ、嫌われとって。そっからよ。で、そのまま店長に電話、こういう内容でかかってきたんですよ、って言って、え？違う店舗がかかってくるわけないんや。いや、でも僕はそう言われましたよ。じゃあ折り返し聞いてください、っつったら、あ、違うところだって。で、俺が聞くと違って。で、バックの店長に呼ばれて。なあ、みきおくん、電話対応もできんの？いやでも自分はちゃんとこう言ってこう言われましたよ。でもそれ違うよね、みたいな。じゃあもう今後一切電話出なくていいから。電話もダメな、みたいな。もうそれが仕方ないよ。俺がの不注意でできてなくて。じゃあ、わかりました。電話出ません。電話かかってきても。バイトの話して。うん、じゃあ電話出て。あれ恥ずかしくない？で、次の日がいけないんだけど、その正社員。そっからもうなんか仕事に対する気持ちが変わってさ。仕事ありきだけど、お客様がおるからこそ俺たちの給料があるわけで。お客様がおらんかったら、その給料ないんや。どの仕事に、どの職についてもそうやな。お客が一番なわけで。でもその店長が怒ってくれたおかげとか、いろんな人とかがダメなことダメって言ってくれて。結構食ってくるね。もう無理。もう無理。カロリーやめて。100g で1500カロリー。1日の女子の摂取カロリー。そうですよ。やば。デブンでーす。
もうほんま限界かもしれない。おい、ほんま気持ち悪いこれ。いや、でもな、この、美味しいのはマジでうまいっけ。ぜひ皆さんも買ってみてね。見てみたいな。普段から甘いものとか食い続きにはちょっとね、気に合わないかもしれないですけど、まあ自分は美味しくないもの美味しくないです。素直に言うし。美味しいもん美味しいってちゃんと言う。嘘は全然。これ休憩して、秘密兵器持ってきていい？秘密兵器持ってきました。見てください。胸肉。え、もう俺と言ったらマジ胸肉。あー、押した唐揚げ。これはマジであり。これしかもこれもう、タンパク質やばいで。胸肉1個半くらいしか取るけん。動画マータソさんとか見てくれるかな？タイム系の YouTuber っておる？俺さ、マータソさん、マータソさんぐらいしか知らんのよ。めちゃくちゃ DM 送ったよ、俺、マートさんにさ。DM 送って既読はしてくれたんよ。それこそ、カルマさんと、ラッパーじゃないよ。ラッパーのヘイヨーの方じゃなくて、モエリンっていう人おるじゃん。あの人にも DM めちゃくちゃあって、送ったわけよ。返事くれてさ、マジで嬉しかったんですよ。はい！それでは、半分。マジで半分。でも半分食い切ったのマジすげえ、ほんま。残りは後で美味しくいただきますので。よかったら、皆様も、スイーツ大量に食べてみてくれた。それでは、こういったゆるっとした動画になりますが、また次回の動画まで。バイバーイ。それでは、ごちそうさまでした。ありがとうございました。See you.